カプコン。シューティングスターロックマン3、レッドジョーカー。はい、どうもゆうきです。流星のロックマン3、レッドジョーカー実況プレイ最終パートやっていきましょう。あれ、お前ブラックエースやってたんじゃないの？レッドジョーカーなの？と思われる方いると思うんですけど、こちらのソフト、私がパート1で必ず見つけますと言った星が全て揃っているソフトです。これね、左下の AJ っていう星が Wi-Fi 機能が必要な星なんですけど、どうしてももう Nintendo DS の Wi-Fi サービスが終わっていて手に入らないんですよ、通常プレイだと。なのでね、このソフトを買うためにもういっぱいいっぱい買っていっぱいいっぱいお金が消滅してしまったので、皆さん慰めのチャンネル登録高評価していただけるとすごい助かります。ですが、この星が全て揃ってるものがあることによって、最強のラスボスクリムゾンドラゴンシグマと戦うことができます。それと戦うのがね、この星全部揃ってる、上の段も下の段も全部揃ってるっていうことが条件なので、そちらをやっていきたいと思います。で、そいつが出るのが、ここ、外宇宙のコスモウェーブの1か2です。ここのどちらかで出るので、ここでやっていきたいと思います。ロックマンの性能を先に確認しておきましょうか。今回のロックマンこんな感じで、まあ相変わらずブライノイズ好きなんでブライノイズなんですけど、ちょっとマックス HP を落として、ソードプラス10のソードのバフを落とすことで、カードリカバリーとクイックゲージを今回入れました。なのでノイズドカードはこんな感じでセッティングしてます。3カードでまあバグを抑制したっていう感じで、今回のメインがクイックゲージ入れたかったのと、長期戦になることを予想してカードリカバリーを頑張って入れました。あとアビリティこんな感じですね。ちょっと絶縁パネルとか別にいらなかったんですけど、単純にポイント余ったんでつけたっていう感じです。で、フォルダが、まあ、基本的にソード系なのはいつも通り変わらず、メガクラスギガクラスは一切入れていません。じゃあこれで探索しますか。でもね、このおかげでブラックエースとレッドジョーカー両方楽しめるんで良かったかなと思います。じゃあ早速探しに行きましょう。来た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 、え、速攻来た、秒で来たんだけど、なんでこんな早いの？ムーンディザスターシグマとかより早かったんだけど。っていうことで、これが最強のラスボスクリムゾンドラゴンシグマです。体力6000、バカなんじゃないのっていう、なんでそんな6000とかわけわかんない数値にしたのっていう感じですか。え、ちょっと楽しみ、普通に楽しみ、やってこうぜ。そうしたらとりあえずウォリアーブラッド貼って連打できるようにだけして、オートロックオンはかかってるから、そこでうわっと、やべ、攻撃力がどんくらいあるのかっていう話なんですよね。ちょっとそこもわかってないんで、あ、ちょっとね、クイックゲージあるんだ、忘れてた、やばいやばいやばい。で、これミサイルが飛んできそうだから、インビジを速攻張っちゃって、江戸切り、オッケー、このまま江戸切り2発目、避けつつ避けつつ江戸切り、お、いいよいいよ、そろそろインビジ切れるね、いいよ、ナイス回避。あ、ちょ、 LR 溜まってるんだ。これちょっと待って、クイックゲージ張ってる時って結構溜まってんの忘れがちなんですよね。ここだけ注意しないといけない。ソードファイター行く、お、ちょっと待って、やめてやめてやめて、それ嫌い、それ嫌い、全体攻撃嫌い。これで連打かましつつ、連打かましつつ、連打かましつつ、はい、溜まった、速攻変えていく。ソードファイターいっぱい来たね、ちょっとね。これでインビジ貼って、ソードファイターでいこうか。これで、ソードファイター、あー、いいよいいよいいよ。いや、あー、ここは攻撃できないから、一旦待ち。よし、よし、障壁ナイス。障壁が一回分仕事してくれた。オッケー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 。これで、貼って、よし、いいよいいよ。このままソードファイターもっぱつ速攻打っちゃって、よし、LR をして、メテオサーバーも来てるの、これちょっと気になるな、内容気になるな。 999% だからな。あー、ブラックエースと変わらんかったあんま変わらんかった。そうしてこのまま行くか。で、下のランの消費したいな。ちょっと待って、そしたらこれだけエリアイーターで回しちゃおうか。これで回しちゃって、ちょっと落ち着け、はい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 、あー、くそ、ミスった。よしよしよし、いいよ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 、ここでやって、オッケー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 、ソードファイター、ソードファイター、ブレイクサーブル、よしよし、あ、勝てる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 、いける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 、これ、あ、ミサイル、いやー、でかいミサイル来た、よしよしよし、このインビジもうちょい欲しかったけど、5枚積んでんだよな、もうもうマックス量積んでるんですけど、これだけ足りないっていうね、困った事態。いやー、で、首飛んできた、首飛んできたけど、今流星サーバー何ある、
そうしたらインビジ張って攻撃食らわないようにしてから、ここでエドゲリー、エドゲリー、ちょっと早い早い早い、バカ早い、バカ早い。このラストの攻撃に対してなんかカウンターぶち込みたくない？もう必殺技みたいなのが出ない、あれ出たらそれで決めたいなと思ったんだけど、まあでもあれだな、流星サーバーは行っておきたいな、せっかくだし。レッドジョーカーの見ておきたいし。じゃあレッドジョーカーだからジョーカーつながりでグレイブジョーカー GA で決めるか。行きましょう。あ、これもかっこいい。なんか一撃必殺みたいな印象ありますよね。じゃあグレイブジョーカーで。おお、決まった。あ、勝てた。え、サクッと勝てた。ゼニー美味しいな。え、サクッと勝てた。え、俺絶対もっと大変だと思ってたんだけど、予想以上になんかスムーズに勝てましたね。これブライの力かな。ちょっと待って、そうしたらさ、せっかくだからノイズドカードオフにしてやってみようか。これでもうロックマンにバフはかかってない状態だから体力が一気にしたな。結構しんどい状況にはなると思うんだけど、これで勝てたらもう最高の終わり方できるでしょ。ちょっとこれでやってみるわ。もう一回探してきます。来た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 、正真正銘最後の戦い。これに勝ったらもうスバル君宇宙一の男でしょ。宇宙最強ですよ。行くか。この、あー、ウォリアーブラッド裏回った。いやー、ちょっと待って、ウォリアーブラッド上げなきゃいけないから上2枚使いたいな。くっそ、マジか。1ターン目にこれ使えないの痛すぎる。危ないけど、なんとか攻撃を回避しながらバリア状態維持しておきたい。はい、切りかかっていいか。危ね、ちょ、やめろ。あとはウォーロックアタックっていうか、ロックオンがオートじゃなくなってるからそこだけ気をつけなきゃいけないよね。やべえ、障壁ナイス。これでロックオンちゃんと自分でしなきゃいけないから、ここ忘れ、やばい、一歩動きすぎた。ちょっと待って、うわー、それインビジ貫通攻撃や。ちょっと待って、痛い痛い痛い、インビジ貫通攻撃やめてほしい、本当に。そういうのはね、本当にね、ダメなんですよ。良くないんですよ。回避できないんですよ。世間が許してくれませんよ、そのことやったら。これで、ちょっと待って、危ね、もうない、危ない危ない危ない、首か。よしよし、首ならいい、首ならいい、首ならいい。あー、ちょっと待って、よしよしよし、冷静にいけ。 OK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 、 これで落ち着いていきながらもう一発切って、インビジかけて2発目入ったのか今の。ソード、え、江戸切り入ってた今2発目。まあいいや、ソードファイター3個来たね。2が、これで回しちゃおう、これでいっちゃおう。やばい、向こうまだ半分削ってないのにこっち半分削られてる。ちょっと状況的によろしくないですね。あ、やば、くそ、一発ミスった。ちょっとお前何しようとしてるお前。ナイスカウンター、最高のカウンター。カウンター2連続、しかも地獄みたいな攻撃カウンターで今止められたよね。なんか悪夢みたいな画面になる攻撃だったよね今。残り体力333。はい、ちょっともうこのまんま削っていっちゃう。いいよいいよいいよ、このターンめちゃんこ削った、めちゃんこ削った。ちょっとやめろやめろ、何しようとしてお前。まあ、やめろやめろ、いらんことすんね。ミサイルと爪の同時は良くない、それは本当に良くない。それはね、ダメ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 。ウォーロックブーストはかけれる、爪はなんとか。爪怖っ、これ何この画面怖っ。ちょっとね、どうする、ウォーロックブースト今更いらないか、それよりもソードファイターで削った方がいいか。削りに行こう、これでこうして、はい、オッケーで削る、削ってもう一発削る、インビジかける、いける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 、体力がこっち上回った、いけるいけるいける。この爪を切り抜けて、あー、流星サーバー微妙、このまま行こう。ウォーロックブーストソードファイター、このソードファイターが入ったら勝てる。でブーストかけてれば一応防御力が若干上がるんで、防御力っていうか防御時間が増えるみたいな感じなんで、いいよいいよいいよ、いけるいける、決める、オッケー。あいつ絶対今怖いことしようとした。勝てた。え、ジェミニスパーク X はかっこいい。さすがにこれ、いいね、報酬。
いけるもんだな、なしで。オッケー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 、最後最高の戦いできました。皆さんよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。この状態で勝てるみたいですね。絶縁パネル絶対いらないけど。はい、ということで長く続いてきました流星のロックマン3の実況プレイ、今回で完結とさせていただきます。ありがとうございました。いや、流星1は初見じゃなかったんですけど、2、3は完全初見でやってもめちゃくちゃ楽しかったです。流星のロックマンワールドにね、本当にハマってしまいました。めっちゃ楽しかったです。なんで今後もたまにね、あの動画とかバトルとかなんか思いついたら動画上げていこうと思うんですけど、なんかなんでね、あの上げてほしい動画ネタとかコンボとかなんかおすすめのやり方とかあったらぜひともコメントしてください。いや、もう流星のロックマンハマりました。とても面白かったです。皆さんもぜひやってみてください。あと昔やってたよっていう方はぜひね、押し入れとかから取り出してもう一度遊んでみてください。で、次回からオペレートシューティングスター、ロックマイクゼオペレートシューティングスターですね、ロックマイクゼと流星のロックマンのコラボ作品のロックマイクゼ1リメイクみたいな感じなのが DS であるんで、そちらの実況を始めていこうと思います。そちらでもね、スバルくんが見れるということで楽しみにしながらやっていきたいと思います。いや、でもマジ面白かった。最後あれで勝てたのめちゃくちゃ良かった。本当に気持ちよく実況シリーズ終われる。いや、楽しかった。また流星やりたいな。またあのそのうち流星の動画も上げると思いますので、ぜひとも皆さん応援よろしくお願いします。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。